イナルのサラです。今日も一緒に遊ぼうね。それではレッツゴー。サラチャンネル始まるよ。今日は視力検査の日です。最近は外で遊ぶ時間よりもスマホやタブレットで遊んだり、タブレット学習する時間も増えているから、近視の子が増えています。視力の低下を防ぐために、しっかり検査しましょうね。はい。視力検査楽しみだな。なんかワクワクするよね。それでは視力検査を行います。丸の切れ目が上下右左、どこが切れ目か答えてくださいね。それではウェンズデーさんから。はい、よろしくお願いします。下、右、左、上。次は反対の目をしましょう。上、下、右、すべて見えたわ。問題なしね。はい、お疲れ様。次はミヤさんね。ミヤ、頑張って。お願いします。上、左、下、ちょっと見えないのもあったけど、まあ大丈夫かな。ルナ、頑張ってね。お願いします。右、下、下、うん、ちょっと見えません。次は反対の目をしましょう。はい。上、見えません。うん、上かな。はい、ルナさん、お疲れ様。最後はサラさんね。上、下、ちょっと見えません。あれ、見えません。サラさん、お疲れ様。はい、これで視力検査は終わりです。ありがとうございました。サラちゃん、どうだった？ちゃんと見えた？見えないのが何個かあったんだ。私も全部見えなかったから大丈夫だよ。1年生の時はもっと見えた気がするんだけどな。それでは皆さん、視力検査の結果をご家族の方にちゃんと渡してね。大切なものだから忘れずに。あれ、サラちゃん、さっきから全然喋らないね。どうしたの？体調悪いの？大丈夫？おたかつしすぎて寝不足なの？私も夢中になれる推しが欲しいわ。違うの、視力検査の結果が悪かったんだ。なんかショックなの。ほら見て、 D だったの。本当だ、前はサラちゃん B だったのにね。1年でこんなに視力落ちるのかな。何かの間違いだよね。たまたま見えなかっただけかもしれないよ。その日の体調も関係しているかも。だからあまり気にしないでいいと思うわ。みんな、ありがとう。ただいま。サラちゃん、おかえり。今日は学校どうだった？何かあったの？そういえば今日は視力検査の日だったよね。うん、ママ見て。あら、 D、 こないだの B からずいぶん悪くなったね。病院行って再検査しないと。
そんなに落ち込まなくて大丈夫よ。次の休みの日に検査行こうね。そして休日、サラちゃんは名医者さんに視力検査に行きました。この時サラは結果がどうなるのかドキドキしてたんだ。でも学校で検査した時と同じように見えないのもあったの。お疲れ様です。授業の時だけメガネかけた方がいいでしょう。メガネデビューか。メガネ探しに行かないとね。今からメガネ屋さん行きましょう。わあ、楽しみだな。さらに似合うのあるかな。今のところ気に入ったのはこれかな。ピンクで可愛いね。うん、よく似合ってるよ。でもやっぱりさっきのお店のが気に入ったかな。戻ってきました。さっき見せてもらったメガネください。これこれ。よく似合ってるわ。サイズもぴったりね。サラちゃんぽくていいね。ケースはどちらがいいですか。どっちがいいかな。迷うな。黒にします。それでは少々お待ちください。お待たせしました。ありがとうございました。今日はサラちゃんメガネデビューの日だね。なんかよく見えるようになったよ。世界が変わったみたい。黒板もよく見えそう。本の小さな字もすごく見える。なんか楽しくなってきちゃった。メガネデビューしてよかった。こうして無事メガネデビューを果たしたサラちゃんでした。皆さんも目が悪くならないようにゲームや YouTube を見た後はしっかり休憩しましょうね。それではまた。今日の動画はいかがでしたか。また一緒に遊ぼうね。またね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。